ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やったー、次の休みはディズニーよ。久しぶりのミッキーだな。今から楽しみすぎてワクワクが止まらないわー。テンションが上がりすぎて羽目を外しすぎたらごめんね。やりすぎた結果、出禁になったら困るから限度は考えてくれよな。出禁？夢の国がそんなことするわけないじゃない。それがあるんだな。じゃあ今回は、出禁になった有名人と、そのヤバすぎる理由を紹介していこう。ただしディズニー出禁に関しては、調べてみると事実かどうかの判断が、難しいものが多かったり、明らかに都市伝説っぽい内容のものが多く見受けられているから、どれを信じるかは自分次第だぜ。出禁になった人がいる可能性はゼロではないけど、その内容に関しては、ってことね。そういうことだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は、バラエティ番組に引っ張りだこな出川哲朗さんだ。やばいよやばいよの人ね。人柄的に出禁理由も運行そうよね。どうやら生理現象と番組スタッフの対応が関係しているようだぜ。というのも、ディズニーでテレビ収録をしていた出川さん、収録中にトイレが我慢できなくなり、スタッフにトイレに行かせてほしいと、訴えたようなんだが、番組の収録が押していたため、その要望は聞き入れてもらえず、我慢できなくなった出川さんはしょうがなく近くの植え込みに隠れて、用を足してしまった、ということらしい。ということは、出川さん自身に落ち度はないんじゃない？そうなんだが、実際に行動に移したのは出川さんだからな。用を足しているところをパークのキャストさんに見つかってしまい、以後で禁になったようだぜ。テレビに引っ張りだこの有名芸能人が、我慢できないからって、そんなことするか？それも人が大勢いるパーク内でしょ？キャストさんどころか、一般の人にそんな場面が見つかったら、あっという間に拡散されて、死活問題につながるんじゃない？まさにその通りなんだ。出川さん、プライベートでよく行くほどディズニーランドが好きらしいんだが、いくら我慢の限界だったからといって、好きな場所に行けなくなるようなことを、してしまうのかっていう疑問があるのも確かなんだぜ。酔っ払いすぎてそこら辺でダチションするのとは次元が違うものね。話が膨らんで、事実とは異なった話が世に出回った可能性が高いかもな。ちなみに2017年には番組企画でアメリカフロリダのディズニーランドに、訪れているから、日本以外のディズニーランドでは出禁になっていないのは間違いないようだぜ。二人目は元破天荒芸人の石橋貴明さんだ。今でもやんちゃぶりが垣間見れるけど昔は相当だったようね。高額なテレビカメラに飛びかかって壊してしまったくらいのやんちゃさがあったからな。そんな貴さんがディズニーランドを出禁になったのは、1996年に生放送された新春隠し芸大会での、ある出来事のせいなんだぜ。生放送、嫌な予感。番組では日本のお正月を彩るおめでたい番組にふさわしく、世界中で愛されるキャラクターのミッキーマウスがスタジオに登場。ここまでは平和ね。まさかのミッキーの登場にテンションが上がったタカさん。ミッキーマウスの頭を取り外して中の人を暴こうとしたり、誰が入っているんだよ、どうせおっさんが入ってるんだろ？と、大暴走する姿がお茶の間に放送されたんだぜ。生放送でこれはいけないわね。その後、早々に CM が差し込まれて最悪な事態は回避できたんだが、この番組を見ていたディズニーランドの関係者が激怒したらしく、タカさんはディズニーを出禁、ミッキーとの共演も NG になった、という噂がちらほら囁かれ始めたんだぜ。周りに止めてもらう前提のネタだったとしても、見ている側の人間にとってはハラハラドキドキだっただろうね。新年早々、夢の国を根底から覆すような事実を目の当たりにするところだったな。ミッキーはミッキー、中に人なんか入っていない。これが夢の国を楽しむための鉄則よね。その通り。だけど夏間の鈴木保奈美はディズニー好きで、石橋貴明家族はその後もディズニーに行っている、という情報があったり、ある番組ではディズニーキャラクターと共演もしているから、共演 NG は解除された、初めから共演 NG にはなっていない、そもそも出禁にはなっていない、などという噂もあって、何が本当なのかは判断できない状況となっている。真相は闇の中ってことね。さて次からは、比較的出禁情報の信用度が高めの人たちを紹介していこう。まずはギター侍として一躍有名になった畑陽区さんだ。当時はいろんな場所で〇〇切りが流行ったわね。そのネタのせいで出禁になったんだがな。どんなネタ？プーさんねー、可愛い赤の服着てますけど、ノーパンですから、残念、森の露出狂切り。あなたは人気者だけど、下半身裸ですからね。といった感じのネタになっている。プーさんディスられてる。
ディスっただけではなく、子供の夢を壊すような内容でもあるぜ。ということで、ディズニー側は激おこぷんぷん丸状態。畑ヨークさん、ディズニーランドに呼び出され、出入り禁止を直接通告されたようなんだぜ。彼、プーさんの何が気に入らなかったのかしらね。気に入らないどころか、むしろ大好きみたいだぞ。その気持ちが溢れすぎてこのネタを作ったみたいだしな。好きっていう気持ちが振り切れちゃったみたいね。自業自得とはいえ、そんなに好きなプーさんに、これからは直接会えなくなるなんてちょっと同情しちゃうわ。もう会えなくなるじゃなくて一度も会えないままデキンになったようだぜ。え？だから、畑ヨークさんはデキンの通知を受けるために、ディズニーランドを訪れたんだが、その時が初ディズニーランドだったんだ。だから、大好きなプーさんに直接会えないまま、デキンとなっている。ネタだったとはいえ、厳しい処分。畑ヨークさん、心中を察しするわ。とはいえ、デキン通告されてから約3年ほど経過すれば、また入園できるようになるみたいだから、すでにプーさんは解禁されている可能性があるようだな。ここでちょっと質問。デキン中なのにこっそりディズニーに行ったらどうなるの？そもそも入園ゲートすら通れないことになっているの？どうやらデキン登録されているゲストが、パークチケットをかざして入場しようとすると、入場ゲートのシステムが作動してゲートが閉まったり、仮にゲートを突破したとしても、パーク内を歩いている私服警備員に声をかけられるようだぜ。おどおどビクビクしながらのディズニーランドか、全然夢の国じゃなくなってるわね。ということで、もしデキンになってしまったら解除されるまで、おとなしくしていることをおすすめするぜ。お次はニコニコ界隈、いや、暗黒界隈では知らない人はいない、横山みどりさんだぜ。覆面をかぶって配信したかと思えば、しっかり素顔を晒して市議会議員を務めた過去を持つ人よね。2023年現在は NHK 党のコールセンター長でありながら、ニコ生配信者という二足のわらじ生活中だ。相変わらず異色中の異色ね。そんな彼がディズニーデキンとなった原因が、2013年のニコ生配信だぜ。黒い覆面をかぶったままパーク内で配信していた彼は、アトラクション It's a Small World を降りてから、僕の真後ろにスーツのおっさんが一人ついてるんだけど、絶対、嫌な予感がする、といった具合で、これから地震に下される天罰に気がついて逃走。2分間の猛ダッシュの末、警備員に捕まって注意をされるんだぜ。2分間も猛ダッシュなんて逃走中だとワンチャンいけそうじゃない？というか、ディズニーって覆面姿で入場できたんだ。周りのお客さんは不信感丸出しの目で見てきたり、キャラクターたちには写真撮影を拒否されているけどな。何も楽しめていない。その後、注意を受けたものの配信を終了することなく継続したため、最終的にスタッフと警備員によって事務所に強制連行されて、デキンを通告されている。夢の国で、大人に囲まれて連行される覆面男なんて見たくないな。そもそもディズニーでは園内で取材をする場合、あらかじめ許可を取る必要があるんだが、当時、配信も取材とみなされていたため許可が必要だったんだ。なのにもかかわらず、無許可で生配信をしたのが良くなかったし、合わせて、キャラクターグリーティングの列に割り込んだり、30周年パレードのバケーションパッケージエリアに侵入しようとしたり、アトラクションに乗船している様子を中継したりと、数々の迷惑行為をしていたから、ディズニー側もそれなりの措置を取らざるを得なかったんだろう。普通に迷惑客じゃない。そりゃ夢の国の魔法も解けちゃうわよ。その後、事務所に連れて行かれた横山さんはデキンについての誓約書を書かされるんだが、その誓約書がご本人によってアップされているぜ。それがこれだ、んと。なんとかのパークチケットを提示しようともパークに入園できなくなる。って書いてあるのかな？そのようだな。ということで、ディズニーランドと合わせてディズニーシーにも、入園できなくなったんだぜ。夢の国に覆面姿の人がうろちょろしていたら不気味でしかないし、これは自業自得ってやつね。実はこの件があってから東京ディズニーリゾートの安全のためのお願いの欄に、ライブ中継の禁止が記載されるようになっているぜ。彼っていろいろと影響力抜群だったのね。これはプチ情報なんだが、横山さんが解放されてディズニーランドの出口に向かうときに、スタッフたちはニコニコの笑顔で丁寧に頭を下げて送ってくれた、という話があるぜ。どんな相手であろうともディズニーのおもてなし魂は立派ねえ。そんなディズニーに迷惑行為をしてしまった自分を恥じなさい。最後は、元迷惑系 YouTuber として有名なヘズマユーさんだ。今はお金ない系 YouTuber よね。確かにな。そんなヘズマユーさんがディズニーで禁になった原因は、注意されたにもかかわらず、大声で叫びながら歩いていたから、なんだぜ。
相変わらず。2020年7月に、同じ YouTuber 仲間のコレコレさんに誘われてディズニーに、行くことになったヘズマユウさん。叫びながらスプラッシュマウンテンに乗ったり、広場でメントス凍らしようよなどと大声を出したりして、迷惑行為を繰り返したんだ。2020年7月といえばコロナで騒がれている時期。そんな時期に大声で叫んでいたら迷惑どころの話じゃないわね。もちろんキャストさんに注意はされたんだが、叫ぶなどの迷惑行為はやめないどころか、叫んだのは俺らのパフォーマンスだといい、コレコレさんとツーショットの写真を SNS に投稿する始末だったんだ。君ら短気すぎないか？ですって、周りに迷惑をかけているっていう気持ちが全く持ってないわね。この一連の行為に、当時その場に居合わせたお客さんたちはドン引き。SNS 上には、白前やばい人出てきた。ヘズマユウが白前で規制上げてた。出禁にしてほしい。白前で騒いでキャストさんに迷惑かけとる。ほんとやばい人なんやななどと、当時の様子に関する投稿が多数寄せられていたんだぜ。ごもっともね。それでこの人も誓約書をアップしたって流れ？彼自身による出禁についての誓約書の投稿は見つからなくてな。この騒動で出禁になったという明確な証拠はないんだが、2022年4月の彼のある投稿で、あの時出禁になっていたことが判明するぜ。その投稿がこれだ。ディズニーランドを出禁になった者から言わせてもらうわって、しっかり言っているね。この投稿ってどういうこと？ディズニーシーの入り口に地球儀型のオブジェがあるだろ？そのオブジェの前で、8人の女性が約1分半にわたって踊っている動画があったんだが、その動画に対して迷惑すぎる、周りに迷惑をかけてまで TikTok 撮るな、などと批判が殺到、テレビ番組でも取り上げられるなどの、大きな騒動になったことがあったんだぜ。この騒動に対してヘズマユウさんが反応、動画の女性たちに SNS を通じて公開説教をしたという流れだぜ。2年も経つと人間って改心できるのね。人間はたった1年で元に戻ることもできるんだぜ。へ？というのも、2023年2月あたりに TikTok に投稿された動画が、またもや炎上しているんだぜ。全然改心してなかった。一応聞いておくわね。その動画の内容は？ディズニーシー内にある亀のキャラクターであるクラッシュの前に立ち、口から吹き出される噴水を2回直飲みする、という動画だ。ただし2回目はうまく口の中に入らなかったようで、うわーと叫び声を上げた後に設置していたカメラまで走り、水も滴るいい男とコメント、周囲で見ていたであろう人たちの笑い声も入っていたんだ。ディズニーランドの次はシーモか。ちなみに、これが原因かどうかはわからないが、この時立候補していた豊島区議選を落選している。そりゃあそうだ。今回はヤバすぎる理由でディズニーで禁になった有名人を解説したが、しっかり反面教師になったか？なりました。テンションを上げつつ、大人としてしっかり自制すると誓うわ。よろしい。では最後に大切なことを伝えておこう。ミッキーはミッキー、中に人なんか入っていない。リピートアフターミー。ミッキーはミッキー、中に人なんか入っていない。よろしい。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。